こんにちは、ずいふうさんです。今日は歌手の七尾あかりさんの運勢を見ていきたいと思います。最近ね、人気で、これからねブレイクする、メジャーになっていく、そういうねシンガー、先にもう占っときます、パッと見た瞬間、ラーメン最勇気ですかと、ね、いうことで、最近やってましたよね、あのラーメン最勇気、ね、推しラーメンを求めて、ね、旅をする、そういう話で、さ、あの YouTube で言うとね、ガソリンラーメン、ね、ガソリンラーメンさん、ね、美味しいラーメンを求めていろんなお店をね、行って紹介して歩いている、ね、七尾あかりさんはラーメンを食べるということではなくて、知識のごちそう、ね、知識のごちそうを求めて旅をする、ね、まるで三蔵法師のようにっていうね、ガソリンラーメンさんは都内の東京のラーメン屋さん、まあ、せいぜい行っても神奈川とか埼玉とかね、まあ、奥多摩とか、なんかその辺までです。でも七尾あかりさんの場合はもうはるか、どこにでも行きますよと。昔で言うとね、命を懸けて天竺に向かう三蔵法師ご一行と、ね、そんなようなね、運勢を持っております。もうはるかに旅をしてきてるんでね、その中でいろんなね知識のごちそう、イデオロギーのごちそう、ね、そういったものをね、手にして、それを曲にしていくっていう、そういうね、面白いやり方をする、ね、だから途中でこう入れてくるその自分で作った詩とかね、そういったもの、そういったものはね、もう本当にごちそう陳列、三つ星みたいな、ね、餃子でもミシュラン取っちゃうみたいな、餃子の王様みたいなね、まあ、確かに美味しいんですけど、しかも野菜餃子だがそのね、そのミシュランを獲得するっていうね、野菜餃子一番人気で、野菜餃子ね、お肉入ってないんでしょうね、でもそれが一番評価されている、それはまあ食べてみれば皆さんお分かりいただけると思います、そんなような感じでね、ものすごい魅力を持っている、で、何かね、一緒にこう冒険に行こうぜと、ね、いうようなその姿勢の女の子、ですから一緒に冒険に行くぞって乗ってきてくれるね、男性がその恋人になるっていうね、ことですよね。パイレーブ・オブ・カリビアンみたいな男がね来ればね、ジョニー・ディップみたいなね、あの、そういう男が来れば、お付き合いをして、恋愛対象ということになると思います。だから、こういう燃えるような情熱を持った女性ですからね、峰不二子、ね、ボンドガール、ね、チャーリーズエンジェルみたいなね、そういうスリリングなその魅力を持っている、そういう女性、多いわけですね、ですから、まあ、そんなようなね、女性を好む、ね、そういう人と恋愛するということでしょうということですよね。そして本当に特徴的なことがあって、この前ね6月にスーパームーン月食、皆既月食ありました、当日ね、あの外にね、見に行ったんですけど曇っててね見れなかったんですけど、
月の近地点、月の近地点に月が来たと、もうそこで皆既月食が起こるという、ね、珍しい現象で、七尾まかりさんの場合その逆、月の遠地点に月があるっていうね。だから七尾まかりさんが生まれた時、月はねもう本当にちっちゃい月ね、一番遠くに見えるちっちゃい月の時に生まれたということです。でこれはもう何を示すのかということでね、これね自分で言ってるんですよね。ダメ天使ね、ダメ天使って、あ、なんでこの人自分のこと知ってんだろうっていうね、ことですよね。そのダメ天使で反対の近地点に月がある、ね、ここをガブリエルと言いますね。ダメ天使の反対はもう一番もう偉い天使ね、大天使ガブリエルなわけですね。その反対っていうとダメ天使ね、七尾明かりみたいなね、ことになるわけです。でもね、そのダメ天使っていうことを認めて、誰にもねやっぱりそういうところはねウィークポイントってあると思うんですよね。そこのやっぱ共感ということだと思います。でなんでそののび太くんが人気があるか、あの世界的に人気があるっていうね、ことです。日本のアニメ、ね、その非常に人気、世界でもね。で中国 のアニメあんまり人気がない、なぜかね、優秀な優等生みたいな子を主人公にするっていうねそういう傾向があるんでね、共感を得ないと、ね、しかしのび太くんのようなヘタレ日本はね、それを主人公にする碇シンジ君みたいなヘタレね、本当にエヴァンゲリオン乗るのかいっていうね、そういうヘタレなシンジ君、そういうようなね、主人公の設定、それはどこにでもいそうだということなんですよね。ですからダメ天使っていうことは守護霊様の中でも新米守護霊、人間がもう優秀で人間の修行を終わったら次生まれ変わるのは人間ではありません。次生まれ変わるのは守護霊様、守護霊様でもやっぱり一番ね、まあ駆け出しの守護霊ということになりますので、失敗も多い、ね、ですからローボコン霊天みたいなね、ガンツ先生に怒られて、ね、いいことをしようとしたんだけど、逆にね迷惑かけて、差し引きゼロ点みたいなね、ことでね、まるでロボコンみたいな守護霊ね。まあでもそういうことってみんなあるじゃないかということですよね。そういう共感というのが人気を呼んでいる、どこにでもいそうな、自分のことダメ天使って言ってるね、言っているくらいで、なるほどだと、そこなのかと、ね、そしてねその中でこう人間的に成長していく、ガブリエルに向かっていく、ちょうどね深川不動行ったんです、ね、深川不動行ったらね売店でマンダラ売ってました、大きなマンダラが売っていて、まあ人間の成長の過程がね、描かれていて、ダメ人間から、まあ、だんだん成長していって最後はね仏様になるんですっていう、そういうね、成長の過程を描いた絵がマンダラと言います。それ売ってたんですよね。でまあ会話しなかったですけどね、お売ってるんだと思ってねと思ってね見てきましたけども、マンダラみたいなね、ことなのかなと。ですからダメ天使からガブリエル、ね、に至る、ね、その成長過程、それを描いていく、まあ、マンダラみたいなね、曲をね、
制作しているのかなと、なろうなろう、明日はなろう、明日なろう物語みたいなね、そういうね感じの、まあ、成長物語のようなね、ことなのかなってね、思います。そしてね、まあそういう、まあ、根の部分がそういう人ですから、YouTuber で言うとね、誰だ、ね、ニャンチューバーつくしの飼い主、ね、の奥さん、ね、奥さんちょっとみたいな、ね、奥さんがいつもね、つくしちゃんにおかしなことをするんです。ね、この奥さんどういうことを、何をつくし君にしようとしてるのかなみたいな、ね、おかしなことばっかりね、つくし君ね、にやろうとしています。で、変なゲーム作ったりね、自分が顔なしのコスプレして、登場したりしてね、うん。猫って気づかないんですよね。顔なしで来られるとびっくりしますよね、猫もね。誰だってことで、つくし君がビビってね、どちら様でしょうかみたいな。まあそういうね、奥さんになるということです。ね、ですからそういう奥さんがいいですよっていう人と結婚してくださいということですよね。だからまあ面白い奥さんになることはなるんですよね、うん。まあでもちょっとそれをね、ニャンチューバーつくしみたいなそういう世界を作られたらちょっと疲れちゃうよみたいな人はまあ多分ね、ダメだと思いますので、結婚の条件としてはね、ニャンチューバーつくしだけど大丈夫ですかと、ね、いうようなことです。かなり面白い人です。その面白さでまあ曲を書いている、うん、シンガーソングライターとしてやっている、そういうことなんだなって、まあちょっと変わったね、歌い手さんだなということを思うわけです。そしてね、人生の方向性ね、じゃあ人生のこの方の人生の方向性って何ということになりますとね、どっかで見たことあるんですよ。あ、どっかでこれ見たことあるなみたいなね感じでね、あ、そうだ、山崎豊子だみたいなね。だからなんか山崎豊子の再来みたいなね、華麗なる一族、白い巨頭みたいなねそういったものをね書いていく。だから七尾あかりワールドで、そのワールドの中にこう無理やり当てはめていく。で YouTube のチャンネル見たらね、無理やりこういうもう強制あ、もう当てはめ強制、あ、これこれこれよこれよみたいな華麗なる一族みたいな当てはめね、なにわ医科大学みたいな当てはめみたいなね権力闘争みたいなね、権力握ってその七尾帝国、七尾帝国作るってことですよね、要するにね。でそれがその舞台がその白い巨塔ではなにわ医科大学ね、華麗なる一族ではあのなんとか家ね、なんとか名門なんとか一族みたいなね、そういう闘争、ですんでね、なるほどそういうことだったのかみたいなね、そしてまあ当てはめてくださいと、ね、でもうその七尾あかりワールドね、もうワールドですからもうね、ディズニーランドみたいなもんでね、もう入ったらもう、ね、楽しい、ね、楽しんでってください。だからそういうね、ビシッとこう会ってくるとね、ハマっちゃう。だからその例えばね、その中本中ね、その長澤まさみさんがね、中本にハマった、ね、一回もう辛いからちょっといいかな、いいかなって、まあそれでまあ行って食べた、ね、そしたら辛いけど美味しいってね、
だって中本にはまる長澤まさみみたいなね。でまあ中本が好きになって、その定期的に食べに行くと、長澤まさみさんあそこの列に並ぶんですかみたいなね。不思議な構図ができてきますけどね。まあそういったことでね、癖はあるけどハマったらねもうこれはやめられないね、そういうようなねシンガーなんだなってことはね分かります。そしてね、まあだからといって人生の方向性ねめちゃめちゃにするとね、尾崎豊的にこう窓ガラス割って歩いたみたいなことはないわけですよね。うん、だからその辺はもう非常に、まあ、常識の範囲でそれはやりますよっていうことなんでね、うん、盗んだバイクで走り出す、盗んじゃいけないんだから大体みたいなね。だから逸脱するかしないかね、そういうようなことでね、まあそういった意味ではね七尾あかりさんはあげまんということになります。ですからこういう方あげまんなので下げちんの人がこういう人を探している。ですから昨日書いた、昨日収録した国光明さんね、小林真也さんの旦那さんね、離婚調停中というねことですけども、小林真也さんのね職場に行ってねくっついてって、ここは気の流れが悪いから、あのカーテンの色が悪いからもうダメだ帰ろうとかね、そういうもう社会的に逸脱して、でじゃあもうあの旦那連れてこないでくださいと、連れてこないでくださいって言ったら小林真也さんの方がその精神的にダメージ大きくって、でもう仕事できない状態ね、それじゃあ下げちんなんですよと、ね、そういうことをやったら下げちんなんですね、ですからそういうで、まあ小林真也さんもその下げまんなので、ね、上げちんの人と結婚をねしてほしいんだけどもっていう話なんですよ。だから下げまん下げちん同士結婚しちゃったっていうね、交際時間0秒ね、それではいけないというねことです。そういう面で言うとね、七尾あかりさんは国光さんみたいな人がいればちょっとそれまずいんじゃないのって、ちょっとそこは線を引こうよとね、いうことでこう線を引いて、なんとかね、社会通念に逸脱しないように、なんとかやっていくとこういうことですよね。だから阿部寛さんがねドラゴン桜でなんでね共感を得てるのかというと、逸脱したことは言ってない、ね、ですからまあ逸脱しないで正論を言っている、ね、それはもああごもっともごもっともみたいなね、テレビ見てた人はごもっともって思ってね、で大人のねその男性の方でもねそう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 なんだよってね、そういう納得、ね、共感、そういった意味で社会でしっかりやっていくんだよっていう共感、そういったものをね持っている俳優ね、これをね極端な人にやらしたらね、唐沢寿明にやらしたらどうなりますかみたいなね、江口洋介だったらどうなりますかっていうね話なんですね。大変なことになりますね。ですからやる俳優を間違えたらね、あのドラマはめちゃめちゃになりますからね。という意味でね、あげまんな女性と、ね、いうこと。だから阿部寛はあげちんということになりますね。唐沢寿明、江口洋介は下げちんということになります。まあ運勢的にですよ。極論で言ってますからね。分かりやすくするために瑞風さん極論で
説明しておりますけども、この限りではありませんからね。分かりやすく説明するためにというね、ことです。ということでね、まあ男性にとってはありがたい、こういう女性を探してたんだよってね、結婚というのもね、まあしっかりした職業を持っている人ね、それは太陽土星ね、トライですから、太陽土星大きな船の上中に乗って TBS という大きな絶対沈まない船に乗っている、ね、赤江珠緒さん、ね、TBS 社員が旦那さんです、ね、その中で、ね、自分は伸び伸びとやってきますよっていうね、そういうことなんですよ。だから七尾あかりさんももうこの人絶対大丈夫っていうね、そういうもう大船に乗った形でやっていくと。だから結婚っていうと多分ね、そういう観点っていうのが一つあると思います。だからといってね、公務員です、ね、いや確かに公務員ね、公務員の旦那さんを持てばね、いや給料は安定してるかもしれない。しかし真面目な公務員だけではダメです、ね、夢を持たないといけませんっていうね、公務員の中でも、ね、夢を持った、太陽海王星セクスタイルというね配置を持っております。ですからまあロマン、夢を持っている、そういうね、職業だったりね、そういうビジョンを持っている、ね、あるいはいい人、あるいは神父、僧侶、神父、牧師、と結婚するっていうね可能性は高いです。ですからまあ早く言うといい人と結婚したいね、だからまあものすごく親切で善良で、そういういい人、ね、だからかっちゃんみたいな人ですよね、勝俣さんみたいなね。そういう人、芸能人で言うとね、かっちゃんみたいな、そういう旦那さんがいいよと、いうことですよね。ですからまあ結婚、ね、というどういう男性選ぶかっていう、ね、なるとかっちゃんみたいな人、ね、うん、だからまあかっちゃんがね現場にいるとね絶対大丈夫と、ね、スタッフも安心する、ね、そしてかっちゃん自身もね、師匠の金ちゃんからね、どういうふうにしたら面白い芸人になれますかって聞いたら、いい人になることがいい芸人になるんだよって、そういい人が面白いことをすれば本当に面白いんだよってね、悪い人が面白いことをやろうとしても面白くないんだよって、ね、そう言われてね、いい人を目指してると、ね、いうことでございます。だからそういういい人を旦那さんにする、あるいはね自分もいい人になる、そういうことが目標目的ですからね、その善意とかそういったものもね歌の中に入っているとこういうことだと思います。ということでね、まあこれからも頑張っていただきたいと思います。はい、それではね、チャンネル登録&高評価、よろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。